こんにちは、コジュルンです。今日もファイナルファンタジー10スフィア版縛りの続きをやっていきたいと思います。キバリが待っている。先に行け。うっす。相手の出方次第ではやる。覚悟しておけ。頭の中真っ白だぜ。老師に火があれば仕方ない。今日もボス戦、シーマー戦からのスタートですね。まあ何かとちょっと心配ですけれども、とりあえず一回やってみて、それから対策を考えていきたいと思いますので、まあ、何も考えずに最初一回突っ込んでみたいと思います。シーマー、お静かに。ユーナ殿が祈りごと対面中です。うるせえ。ユーナちゃんが帰ってきましたね。ユーナ、どうして。ジスカルのスピア見たぞ。殺したな。それが何か。もしやユーナ殿もすでにご存知でしたか。ならばなぜ私のもとへ。私はあなたを止めに来ました。なるほど、あなたは私を裁きに来たのか。残念です。なるほど、命を捨てても召喚師を守る誇り高きガードの魂、見事なものです。よろしいならばその命捨てていただこう。シーモア老師、ガードは私の大切な同志です。その人たちに死ねというのなら私もあなたと戦います。よし、シーモア老師、覚悟を決めなさい。ここ本当にワッカがどうしていいかわからない顔してるんですよね。さて始まりましたので、プロテストシェルをかけていくので、こっちはとりあえずですね、両脇のガードを2人を倒したいと思います。リュックで、石化シリル弾を投げていきたいと思います。これで2人ともいなくなりました。ティーダはどうしようかな。とりあえず話していきますかね。最初からお前のこと気に食わなかったんだよ。ほう、それは誠に申し訳ない。なめんな。ティーダの攻撃力がアップ。この話で上がった攻撃力はプラス10上がりますので、結構大きいんですけれども、まあ、スフィア版縛りなので初期値が全然上がってないので、10上がったところでどんな感じなのかちょっと分かりませんけれども、ちょっとこれで叩いてみたい気もするんですけどね。アーロンにした方がいいかな。アーロンで起こしていこう。
サンダラ、ああどっちにしても倒れちゃうのか。ちょっとティーダで叩いて数値を見ておきたい。543。あ、いいですね。毒が入って600。まあ毒近くの攻撃力が出るなら悪くないですね。たちまちゲームオーバーですけれども、まあ控えてないから仕方なしですね。はい、じゃあちょっと装備を変えていきたいと思います。リュックは、武器はサバイバーのままでいいですね。ソルジャーマン HP を増やしてるのを着てましたけれども、増やしたところで死んでしまうので無効系をつけていきたいと思います。水無効か氷無効をリュックは持っているので、うん、どっちがいいかな。氷無効にしておきましょうかね。一発目氷が来るので、みんな一発目を生き延びるために氷にしておけばいいのかな。うん、半減でも死んじゃうでしょうね。ピンチ系はちょっとね、ピンチ状態にするのが大変な気がするので、どうしよう。決まりの場合はHP を増やしておいて自爆に備えておくというのも手かな。まあ HP 15% 増やしておきましょう。輪っかもどうしようかな。何持ってるのかな。リジェネ系はそもそも生き残れないでしょうね。ピンチ系バファイバサンダーをつけておいたらどうなんだろうな。一発で死んじゃうんだろうけど、とりあえずつけておこう。アーロンはオート ST オートポーションの作ったやつの方がいいかな。唯一そこそこ1000以上の HP があるので。でティーダは武器はこの作った武器を毒攻撃をしたいのでつけ、そのままつけておきます。とゲットシーデスもポイズンも、ポイズンは毒はティーダが入れるので何でもいいからこのままでいいかな。防具はまあいいか。とりあえずこんな感じで、なるべく短期で倒してしまうことを考えながらやっていきたいと思います。ちょっとね心配ですけれども、2回目やっていきたいと思います。とりあえずティーダで毒を入れたいですね。シーマーに毒を早めに入れていきたい。あ、かばわれちゃうんだ。そうだそうだ、忘れていました。あ、無駄になっちゃったな。リュックでやればよかった。反対側も倒しておこう。ちょっともったいなかったですけれども、石化手榴弾でもう片方を倒していきます。
形で アーロンの方がいいかな、うん、叩いていく271。ブリザラは誰か死んでるかな。あ、大丈夫。エーテルターボいいですね。毒がこれで入りました。毒が600効くので OK。 この辺でみんな1回ずつは出しておきたいですね。とりあえず話していこうかな。ロシー、もうやめましょう。どうなってんだよ。何も話してもらえないですね。かわいそうに。リュックで、リュックは攻撃をしていった方がいいかな。それとも毒はもう効いてる。金の砂時計でスローは入るかな。入ったのかな。あらら、よし、リュックで起こせば全回復で起こせるかな。フェニックスの方で起こしていこう。ユナも話しておこう。老師様が相手でも私戦います。結構。そのひたむきな眼差し、実に美しい。魔法防御は筆、何か補助をかけていけるかな。補助魔法をかけたところで一発でやられちゃうんだよな、おそらく。プロテス、ヘイストもかけてもいいかなと思いますけれども、一発でやられちゃうと同じだからな。とりあえず盗めなかった。ティーダで喋っていこう。最初からお前のこと気に食わなかったんだよ。ほう、それは誠に申し訳ない。なめんな。攻撃力アップ。ユーナが落ちたので、起こしていこう。フェニックスの王で全回復で起こせると。でリュックで攻撃していかないと終わらないので、攻撃していきましょう。暗い玉1050効きました。いいですね。あ、私の闇を知るがいい。イデオアニマ、第一段階倒しきりましたね。アニマが登場ですね。思ったより早かったですね。アンパンマン新しい顔よみたいな感じで。ユーナの前に一旦あるので
コードさせておこう。ルールでファイヤーを追っていこう。祈り子様、力を貸して。マスター召喚で今手に入れた召喚獣を出していきましょう。多分ピラミニアで戦いすぎた効果でこの子も強いと思うので、ここは問題なく倒せるような気がしますが、どうでしょうか。ダイヤモンドダストを打っていこうか。相変わらず綺麗ですね、お姉様は。そこ9999出ると思います。出ましたが、どのくらい効くかな、ペインが。割と少ないですね、460ぐらいですね。戦う。これはそんなに効きませんね、500。2発いける。もう一発よ。もう一発ぐらい回復しなくても大丈夫かな。終わってしまった。はい、さようなら。アニマを退けたその力、何としても手に入れよう。シーモアの攻撃が何で終わったか覚えてないな。お、ブリザがラッキー、回復してくれた。これは運が良かったですね。これで2発動ける。あ、オーバーキルで倒せちゃった。シーバー強すぎるよ。召喚獣様々ですね。今さら私を哀れ者ですか。やっちゃいましたね。グリコのポーズみたいな感じで倒れてますけど。いや、実際まずいですよね。シーモア様、一体何が。俺はワッカ、気にすんな。先に手を出したのはシーモアだ。なんと、あなたたちが。ユーナ、送ってやれ。おやめなさい。反逆者の手は借りません。反逆者、もう終わりだ。ちょっと待てよ、悪いのはシーモアだろ。それを説明すればみんな分かってくれるって。それほど甘くはないだろうが、とにかくここを出るぞ。まあ、実際エボンの偉い人を倒しちゃいましたからね。黒魔法スフィアがに
あー、これはレアだと何が出るんだっけな。でもどっちしても今回は必要ないかな。クロマホースヒアも必要ないけど、まあこのままでいいでしょう。サイレントショックが使えそうかな。名前はシバーのままでいきます。装備が魔法防御 HP、 これはガードから出たやつかな。パールアーマーもガードから出たやつかな。貫通沈黙攻撃、サイレントショック、沈黙攻撃機械はいいですね。サイレントスピアが四つ枠なのもいいですね。じゃあ進んでいきたいと思います。試練ですね。嫌がらせかよ。な、ここはサクッと終わりにしたいと思います。とりあえずこの台座を押すよで止まるので、今度は向こうに押します。よ、これで下に落ちていきます。で上のスフィアを一つ取って、これを持って下に行きましょう。この台座にはめて、これを押すと、で一つ道ができました。ただ風のスフィアですね、ここにあります。これを取って下へ持っていきます。一番奥のところにセット、これがせり上がってくるので、ここのスフィアを回収ですね。これを回収して、これも下に持っていく。一番左の柱にセットすると道がもう一つできます。で上のこれを回収して、真ん中の柱に入れると道がとりあえず出来上がりますね。ここへセットなかなか横に入れない。セットして、これで道が出来上がります。で上にリセットボタンが出てくるので、これを踏んでいくよ。で台座が上がってくるので、このスフィアを外してよし取ります。でこれを押すとよと横にスライドして、歯のスフィアが取れますね。
し、あとはもう一回同じことを繰り返しますね。ここに入れてつららを出して、これを押していく。下手くそ。よし。で、このまま押すと落ちちゃうので、スフィアを取って向こうの道を先に作ります。下る道ができるので、これで押していけば下に持ってきますね。よっ、滑って落ちて OK、 下に行って、この台座についている歯のスフィアを回収して、ここにセット。宝箱が現れます。宝箱を回収していきましょう。ムーンスフィアを手に入れました。そしたらあとは繰り返しですね。これを一旦外して、台座につけていきます。これで押していく。 OK、 で、あと1個だけですね。これを外して真ん中につければ終了ですね。よし、これで道が出来上がりました。で、これでまた踏まないようにいかないとやり直しになってしまうので、これ絶対に踏まないように、真ん中は大丈夫ですけどね。申し開きの機会をくれ。他の老師たちへは私が報告しておきましょう。というと？シーモア様はエボンの老師である前にグワードの族長ですから。やるってことすか？ここから無事に返してしまってはシーモア様が許しますまい。待ってよ、ほら、あのスフィアを見れば分かってくれるよ。これですかな。グワードの問題はグワードが解決します。どけ、走れ。話しても仕方ないから逃げるしかないですよね。と、ここに大赤屋さんがいます。あんたたち、やばいぞ。いざって時のためにどうだ。これでしばらく店がないので、まあそんなに減ってないんですけれども、フェニックスの方を一応全部99個にしておきます。覚悟しといた方がいいぜ。セーブしたので進んでいきたいと思います。お若屋さんがそこから逃げるんですよね。セーブポイント回収していっちゃうんですよね。これがね、うまく走ると一回もエンカウントしないで逃げられるらしいんですけれども、まあ私は下手なので、少なくとも一回はエンカウントします。
スフィア版使うような時にはここで粘るのもありなんですけどね。今回はどんどん進んでいきたいと思います。1回だけで済むかな。よし、いけた、ギリ。よし、じゃあ進んでいこう。あ、この先もう一回ボス戦があるんですね。そういえば、いや、これね、目玉二つはまずいぞ。2人、あ、まずいまずい。あもうじゃあ今日はこの辺りにしておきたいと思います。次回、あの、逃げるところから再びスタートしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。バイバイ。